お疲れ様んさ、チャカポコです。日本の歴史愛国者列伝シリーズ第9弾、今日取り上げる方は原敬です。どうぞ。原敬、原敬をですね、東北の南部藩の武士の出身でした。南部藩っていうのは今でいうところの青森県とあと岩手県の一部、そこら辺ですね。で、東京に出てきて苦学をします。苦学して司法書法学校に進みますが、1879年、これは明治の12年になりますが、中退します。司法書法学校を中退して自由民権派の新聞記者になるんですね。で、そこでの文筆がですね認められて、1882年、3年後ですね、学校中退して3年後、外交官になります。で、その後外務次官にまでなりましたと。で、その後再び新聞界に戻ってきてですね、大阪毎日新聞社の編集局長、そしてその後社長になります。で、1900年になると立憲政友会の結成に際し入党して、政党の実務の中心を担いました。さて、明治維新の後は幕府を倒したですね、薩摩長州藩等の出身者が政治をする藩閥政治でしたね。しかし憲法制定、議会開設が実現し、時代を経るに従って政治は旧来の藩閥によらず、国民によって選出された政治家の政党の手に移っていきます。その政党政治を作ることは原敬の念願だったんですね。当時の藩閥のドンはですね、長州出身の山形有朋でした。山形は政党というものを嫌い、政党などに関わらずわしについていれば大臣になったのに、政党とは所詮は私利私欲の集まりでしかないんだと、このように言ってました。それに対し原は、政党政治は時代の流れでありますと、一歩も譲らなかったということですね。その後原敬は1914年、これはもう大正になりますね、大正3年ですね、政友会総裁になります。この頃世界ではヨーロッパが主戦場となる第一次世界大戦が起き、さらにロシア革命がありました。それらは政治的にも経済的にも世界的な転換期であり、日本も国際社会での対応が迫られている時期でもありました。かつての反発政治家の中には、当時の日本をリードする政治家がもういませんでしたね。それゆえ政党政治に反対した山形でさえ原の首相任命を許したんです。1918年、原敬は首相任命を受けました。この原内閣というものは政権政党の意向が反映した日本で最初の
本格的な政党内閣と言われています。また原は幕末に活躍した雄藩や公家の出身ではなく、衆議院に議席を持つ最初の首相となります。このことにより平民宰相と言われました。平民宰相ね。原敬はですね、当時の世界情勢を踏まえて日本はどうあるべきかということを示しました。その基本はですね、1、教育の改善、2、交通機関の整備、3、産業の振興、4、国防の充実という4つの四大構想というものを掲げたんですね。第一次大戦後のこの原の政策はですね、日本が厳しい国際社会の中で生きていけるか、生きていけるだけの力を持とうとしたものでした。それは国際社会、特に中国大陸において西欧列強と経済レベルで、対等に競争し得るだけの国民経済の力量をつけることが意図されていました。意図されていたんですね。また外交面では中国への不干渉主義、英米協調主義を推し進めました。原は世界的な軍縮を予見したんです。この原の構想はですね、ワシントン会議における日本の対応の布石ともなったと言われています。以上で平民宰相原敬についてのお話でした。それじゃあいってらっしゃい。